はい、動画スタートしました。はい、ファイナル一戦目誰がいいか、誰やねんでやりますか。はい、今日もね、隠していきましょう。はい、僕は、選手名隠して見ていきます。まあ、誰か当てるという、まあ、別に当てなくてもいいけど。はい。はい、トンナシャペ誰がいいですか。パパって来たコメントでやろう。はい、安藤さんごめん。シャー1票。3秒溜まったらやろうか。3秒溜まった人やろう。シャー、ペー、トン。ばらけるな。ペー2票。あ、ちょっと待って。ちょっと待って待って待って。これやると、勝松さんとか選ばれやすいから、やんない方がいいのか。今日は、もう、そうだね。例えば、ペー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 とか来ると、勝松さんとか二階堂、ルミさんとか、ってなるから、俺ちょっと初コメで来た、平野さんが打ってくれたシャアでやるわ。あ、ちょっと待って、ずれてんな、これ。なんでずれてんな、これ。チーム名当てるか、人名当てるやつやる。あー、それでもいいっすよ。じゃあ、いいっすよ。SO 君、じゃあ、これで人名、チーム名で当てるか、どっちが面白そうかで、SO 君、じゃあ LINE 送って、俺に。はい、ちょっと BGM の音量悪かった言ってください。本日よりですね、AI 川村サウンド取り入れたので、ちょっとあまりに気が散るようだったらね、ちょっと俺に連絡してください。はい、動画あまりに、見づらいということだったら言ってください。はい、じゃあちょっと、SO 君に任せろ、じゃあそれ。あ、テロップはなしでしょうか。いや、あ、ありがとう、ありがとう。スパチャで、ありがとう。テロップは、ありだね。ありだね。ありがとう、ありがとう。ありだ、ありだ。うん。誰か4人、4人の誰か分かってるみたいな感じしよう。はい、ありがとう。ちょっとね、本日より、音楽導入して、あとは、ちょっとグッズもね、ちょっと新しいできてきたんで、また明日か明後日言いますね。はーい。てか、ちょっとマジで普通に BGM がなんか、気が散るとか言ってんね、ほんとね。はい。じゃ、ちょっと SO 君から LINE 来てる。ちょっとごめんね。もうコメントちょっと俺閉じてるんで。SO 君から来てるかな。はい。来てねえやんか。あ、来たわ。ペーチャがおもろいと思う。だから、ペーチャがおもろいと思う。いや、いいよいいよ。じゃあ、ペーチャでいいよ。わかった。ごめん。ちょっと、平野さんごめんね。じゃあ、ペーチャでいいよ、じゃあ。うん。はい。じゃあ、ペーチャでいいよ。で、じゃあ、ちょっと、4人絞った状態でやっていきますか。ちょっとね、全員だとあんま当たんないし、なんか4人のが結構面白いかなって感じだったんで、前回やった時ね、金曜日かなんかに。じゃあ、まあ、ここら辺ちょっとね、そうくんのチーム名います。わかりました。チーム名を教えてもらうということで。はい。まあね、ちょっとそうくんはまあ、今年から麻雀プロになった子なんで、まあ、麻雀もある程度わかってる子なんで、まあ、ちょっとここら辺は信用して。じゃあ、チーム名言います。はい、いいよいいよ。いて。LINE で送って。風林火山。わかりました。風林火山？そんなんでおもろくならんやろ。アキさん、ルミさん、勝松さん、松ヶ谷さん、いいの？その4人のうちどれかってか、そんなすぐ、ルミさんとかアキさんは消去できるよ。まあ、消去できるか、ルミさんってわかるか、もういいわ。わからんけど、もうやってみるわ。まあ、この動画つまんなかったらね、SO君のせいということで。はい。じゃあやっていきましょうか。振り方ね。はい。やっていきましょうか。はーい。はい。じゃあちょっとコメントは見えてなくて、ちょっと一応、もしなんか、本当に読んでほしい何かことがあれば、スパチャでお願いします。ちょっとね、ネタバレコメントあっても仕方ないので。はい。だから皆さんは別に普通に選手名言って大丈夫です。もう。はい。僕、止めてますんで。コメントはね。はい。じゃあ行きますか。本当、なんだろうね。そのセンスありか。そんなんどっちみちルミさん、アキさん二択になるか、勝松さん、
松ヶ谷さんってなりそうだけどね。サクラナイツとかだったら分かりづらいけどな。みんなある程度うまいから。え？まあいいわ。はい、まあこの動画つまんなかったらね、新人プロの SO 君に文句言ってください。はい。はい。じゃあ、とにかくペーチャードラガチューンです。はい。今回から、ファイナルに入ったということでね。はい。ファイナルに入ったということで、じゃあそれも含めてね。まあ今日は別にもうファイナル1戦目なんで、まあ多分条件も関係なしに普通に優勝を狙うって感じでトップ取りマージャン普通にやっていきましょう。オーソドックスにね。はい。ではとにかくペーチャードラガチューンです。あ、せっかくつぶやくか。ちょっとせっかくだしごめん。つぶやかして。1戦目だしね。ちょっと普段僕ね、配信開始しましたとかつぶやくのやめたんだけど、ちょっと、要所要所ではつぶやいていこう。風林火山、風林じゃない。風林火山の、ハテナテナさんの検討していきます。はい、よし。はい、つぶやきました。じゃあ行きますね。はい。ダブトンポン入ったか。ちょっとこの手配はあんま行きたくない。まあ、本一とりあえず見ていくかな、みたいな感じで。いいピンツも。おもろいな。まあ、とりあえず9万切っとけばいいかな。うん。あ、インスタントンか。じゃあ、まあ、シャー切っとけばいいね。あ、ハッカーね。親の現物のシャー残しか。はい、まあまあまあ。まあまあ、俺はまあ一応シャーから多分切るけど、まあまあ、無理でしょう。はい、チューン。ドラのチューン引いた。シャー切る。はい、皆さんは別に自由にコメントして大丈夫なんで。はい。トンのカカン。いきなりファイナル始まって、ダブトンのカカン。なんかいいな。セミファイナルじゃない。ファイナルになるとちょっと俺もなんか、気が晴れるな。もう終わりだもんね、ちょっとでね。はい、これどうするからな。もうだからパーピンとかイーソーとかで完全に抜いちゃうか。まあ、とりあえずチューン行くか。缶入ってるもんね。リーチしたらちょっと、それは勝負になるけど、まあでも、まあそれでも M リーガーの人たちは多分それですら価値がないって言って、まあもう抜くのかね。抜くんだと思いますもん。はい。ああ、ローマ行く。うん。行くんだね。はい。まあ行くっていうか、まあローマぐらい切る。はい。うん、シャー切る。うん、パーピン切る。リャンマンが今立て続けに切られたんか。立て続けに3万切られたんか。それで今一応ローマン通したから筋の3万か。でもチーピンも3枚ないけどね。チーピン3枚切れ考えると、まあ一応俺パーピンするかな。リャンマン引いた時だけ行くみたいな。まあこんなとこはリャンマン引くことなんてないけど、まあただその時だけ行くのがいいかな。一応3枚今切っちゃうとね、下茶の宝珠抽選、泣かれる抽選受けちゃうから、うん。まあ、一応、パーピン切ります。本一まではいかないしね、これね。うん。って言うと、ま、一応俺、リャンマン1枚だけども、その1枚のリャンマン引いた時だけはリーチ打てるっていうパーピン切りします。はい。で、まあ、3万でした。シャアかな？あ、今か。今通った。はい、リーチ入った。まあ、これはベタルかな。今、チューン通ったけど、リーチには通ってない。うん。まあ、とりあえず、シャー切って、イソイソとかな。シャー、イソイソ、チュンチュン、降りれるかな。はい、降りれそう。はい。ベタ折りしていく。とりあえず、シャー切る。で、まあ、チューンが出たらね、おもろいよね。あんまり動いとか。はい。いきなり、ロービンぶっ通していくよ、トイメ。3人ぶつかってたんだよ、これね。ちょっと全員の手合い見ていく。うん。トイメンは完全インシャンテン。はいはい、はい。あ、完全じゃない、ごめん。リャンカンだった、これ。リャンカン、リャンメン、インシャンテン。はいはい。神茶は、リーチ、ドラさん。高め、タンヤ。おい、リーチ一発タンヤ、ドラさん。トイメンいきなりハヌマン打っていく。はーい。うん、まあ、しゃーないんじゃない？はい。はい、いきなりハヌマン横移動した。はい、とにかく、シャーチャ、ドラがシャーね。はい。まあ、手合いはまあ、普通にいけると思います。はい、いいピン切る。トン切る。8から切っていく。なんかヒントだな。M リーグの人結構、ダブトン先切りたいってなるもんね。まあ、でもあれか、全員連盟の人なのかな？フリンカザンは。っていうと、まあ、わかんないか。みんな同じような感じなのかな？自敗の切り順とかは。はい、まあ、シャーでした。シャーじゃない。初でした。
トンじゃないんだね。はい。チーソーヒーター、トン？トン、トンじゃないか。初切った人は吐くか。そう。はいはいはい。こういう人だったんだ。こういう人ね、この人ね。3巡目でね、トン2でね。特別、なんも、状況もない。ちょっと待って、音でかいかな？大丈夫？音量でかいかったら教えてください。LINE でも。はい。こういう人か。ただ、今回の4択だとこれによっては分かんないか。風林火山の4人。っていうことだけは知ってますけどね。それだけで今回やってますけど、それ分からんか。分からんか。風林火山の4人じゃ分からんな。まあ、例えば、ドブリンズとかだったら、渡辺さんはないかなとか言ってそうだけどね。ちょっと分からんな、これな。はい、3万切りだったね。まあまあ、3対1でね、3巡目だからね、いろんな手役あるけどね。ここでも3万切ってくんだ。じゃあ、数ピン切るだな。まあ、コンパクトか。はい、3ピン切る。ギャンシャンテンスでもあんま価値ないと思ってんじゃないかな。吐くから切んじゃないこれ。皮もちょっとなんか、全体的に特殊な皮だな。まあ、それかも、こっからもう、酸素イーソーとか、切んのか。あと、トンか。ここがハグじゃないんだ。誰か泣いてくれてもね、自分は嫌じゃないしね。まあ別にポンされたらされたでいいかなって感じにしたいかな、俺は。なんか言うほどみんなの皮は濃いけど、自分そんな安牌持ってるわけじゃないんで、やっぱり一枚切れの違いね、ここで切ってくるの、いや、ちょっとわからんな、このセンスな。こんなリアンシャンテン別にな、しょうもなすぎるしな。まあ上下がやっぱめちゃくちゃいい手牌の場合も多いからね、こういう切り順ね。こういう切り順見てすぐ変則手とか思うのはやっぱり間違いで、基本的にはいい手牌だと思うべきだから。ってなっちゃうとなんかトン切りしないよな。トン、なら白だな、ここはな、俺はな。なんだろうな、ここら辺のセンスは。こんな手でリーチ受けたらな、もうちょっと白切って別に、ポンされたらされたでさ、やっぱ人の面前壊せるからね、ポンさせればね。はい、いいピン。どうすんだろう。これもう、ベタ折りすんちゃう？酸素とか来て。そうだな。これはこれはいいと思います。はい。あ、そうだね。ちょっと手の価値ないんで。ただ、トーンから金だな。はーい。そんな感じのバランスの人か。はい。じゃあ行きますか。んで、はい、横移動ね。はい。横移動した。はい、トンさん曲、なんちゃドラチーピン。まあ、とりあえずシャーペン切っていく。これ誰やねん、これマジで。勝つ気あんのか、マジで、ファイナルでいきなり。何や、これ。誰や、これ。ルミさんじゃないの、これ。いや、勝俣さん、いや、勝俣さんでも切るか、これ。それか、松橋さん。あ、ふやさん、松橋さん。松橋さん。ちょ、マジわからんな、ちょっとこれ。ちょっとね、とりあえずファイナルで、やっぱり、優勝、もうあとはだからトップで優勝取るだけだもんね。今までは足切りとかあるから、一応なんか、コンパクトにとかもあったけど、やっぱりこれも優勝するだけみたいなもんなんで、ちょっとパンパンでいってほしいですね、こんなんね。チーピンドラでね、リーチドラドラなんて普通に見えるしね。赤アリマージャンで、なあ、これ誰やねん、マジこれ。ようこんなマージャン打ってこんな、ファイナル残ってんな。いい人生だな、これな。こんなチーソー打って、最低年俸400万で、ゲスト料とか合わせたら年収1000万ぐらいいくだろ、M リーガー。いいな。毎回毎回な。同じメンツで。何しろ、俺。他の人も混ぜてくれよな、俺らもな。一回5000とかでも打ちたよな。占領してさ。並び順か、この店。毎日毎日同じメンツで。占領して。はい、で、何来た今。吐く。吐く。
はい、白が親に泣かれた。ヤンピン、なんかこれも、だからもう、チーソー来たことによって、なんかあんまり、真剣に考える気も失せてくるんだよな。まあ、とりあえず、スーソー、この人はスーソー。うん。スーピンツモ。この人はウーピン？違うんだ。いや、きついよな、こんなんな。いや、ウーピン切れてるわけじゃないんだけど、普通にシャアでいいけど、スーローマンか。まあ、ちょっと決め打ちの人なのかな、この人ね。はい、で、スーマンチーされた。うん、まあ、ちょっともうこれはもういいか。手配あんま言ってないからな。でも、トーン切るんだ。すごいな、この人。これも別に3層切ったらええのにな。すでにこの時点で3層切ってどっちかにロンって、それは事故でいいよな。てか、むしろこれ別にトーン切るんだったら別にもうリャンピンとか抜いてもいいんちゃう。一応、神茶の方がテンパ率高いしね。下茶はまあ今チーしただけだもんね。だったらもう完全ベタ売りでリャンピンとかでもいいよな。あんまこれ、いやまあ、ここまでの手組みも含めて言ってるかもしれないけど、なんかこれ、この手順で言ったらもうリャンピン切ってさ、この時点で降りるとかだと、まあ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 、まあ、一応やりたいことはわかるって感じだけどね。そういうわけでもないんだよな。急走って、これ急走、急走？これは急走。スーピンツも。何？三層はもう切らないよね。リャンピンか、パーピン、キューピンか。うん。まあ、ちょっともうやる気なし。まあ、まあいいか。まあ、また流していくか。うん。まあまあ、これは豚売りなんで。ですね。ね。はい、トン4曲。一本バー。ドラスーマン。4トイツか。まあ、急走切る。あ、ペーから。急走切らないんだ。コンパクトだもんね。こんな急走いらんわ。俺でも切るわ、こんな急走。こんな急走いるかな、ターツ。なんかわからんな。打ち方全くわからんな。バラッバラで。やっぱじゃあ、ルミさん。守備的って別に守備的じゃない人でも急走くらい切るわ、こっから。わからんな、この人、マジで。いや、ルミさんだったら別に、全然面白くもないしね。はい、まあいいや、パーマン切る。パーピンなんだ。パーマンじゃないんだよ。受けかぶってるけど、パーピンなんだ。はい。パーマン、うん。この人はローピンだろうな。うん。もうこれも行く気なしちゃう。3ピンだろう。いや違うか。チートイじゃ見るか。ウーマン切んのかな。リャンソーとか切んのか、これ。それか、まあ、一応、まっすぐ吐くかね。ギャンソーとか切んちゃう。あ、チー急走か。チー急走、はい、はい。あんこってもう、あんこと数ピン切るもん。うん。で、ちゃうと、まあ、これはまあ、ちょっと、ベタ折りして、あん？チートイシャンってなったか。まあ、とりあえず、白切って、チートイシャンってイーズで、シャアぐらい切るのか、まあ、なんなんで、いそういそベタ折りするか。うん、まあ、ベタ折りかな。チートイシャンってんで別に点数へこんでないんでね。チートイツはテンパっても基本的に、部が悪いので、M リーグは後継率も高い。今回やったら初切り率だしね。後継率も高い。うん、いそういそで完全に抜いていく。なんから。なんから、まあ、一応、二間日に対していそうのがいいんちゃう、これ。回れんのかな。まあ、いけるか、いけるっちゃいけんのか、これ。まあいいか、これはいいか。うん。まあ、確かに、いけるか。はい。なん、いいピンではなくなんね。はい。よくでした。はい、何曲、ペーチャドラチーソー。はい、何入か。まあ、トーン切りたいかな、普通にね。いいピン。うん。てこいつ誰やね、マジで。このヘッタクソなマジで。最初から最後まで。何にも伝わってこないな、これ。例えばね、これもね、やっぱ全曲のこんな急走でしょ。こっから急走切らん人が、次の曲で、
名古屋から EP 来とんの100倍いるだろ、こっちの EP の方が。こっちの給層いらねえよ、このね。こんな給層いらねえよ。なんで次の EP 来とんの手の良さが全然ちゃうしな。これは春通として普通にいける手だもん。さっきの給層残すと EP 残す。だから、そこら辺も何も考えてない人なんか。じゃあ、勝松さんは、松橋さんはないわ。二階堂姉妹さんだわ。うん。やっぱ松橋さんとか勝松さんも一応、まあ、ベテラン男子プロでしょう。だったら、まあ一応そこら辺の一貫性はあるだろう。こっちの方が明らかに春通見えんだもん。さっきのは3統一 ?4 統一か。ハイパー4統一だっけ。うん。な、これまで。誰やねん、これ。こんなやつおらんだよ、MD がね。一貫性もなんもないマージャンだよ。ようこんなん生き残ってんな、ここまで。ギャンマ。まあ、これもま、やっぱまだ30目って考えると普通に自敗トーン切りたいよな。ファイナルで何しようってんの、これ。ファイナルこそ別に全通でいいやん。うん、極端な話な。優勝しか意味ないんだもん。今まではだから足切りがあったからね。トップラスみたいなの良くないけど、今はトップラスマージャンでいいんだからな。はい、トーン切る。うん。何トーン、チューン、トーン、チューン、ファーソー、チューン、チューン、シーソードラだからチューンか。うん。うん。てか、上がる気あんのか、俺。普通にやってくれんもん。トップ偉いルールで。なしなのかな、最初から最後まで。イーソーツモン、イーソー。リャンピンつもんな。これ、リャンピンこれ。この人、ローピン来てんの、リャンピン。うん。分かってきたわな。シュンつもん、パーソー。シュン2枚切る。シーマンつもん。いや、これもね、まっすぐ行ってたら、統一でフォロー、どうなんだ、チューンが重なってないか、まっすぐ行ってたらな。チートイーシャンテンとかにはなってないか、川的に見たらね、まあ、チューン統一、ローピン統一、リャンピン統一で、チーマン統一みたいになって、チートイテンパイって思うけど、まあ、それの手順はないとはいえ、なんかちょっと違和感あるね、やっぱな、これな。でここで4統一になってどうすんだ、これ。全くわからん、こんな。何切るか。パーピン?リャンピンなんだ。うん、リャンピンか。はい。うん、ピン、うん、まあ、いいシャンテンになった。でも、チューン2枚切れだからな。テンパと。テンパとは、なんだろ、リーチドライチ。まあ、この人が何切るったら、まあ、数層切るだろうな。99%。うん。まあ、数層でいいんちゃう。うん、これはチューン2枚切れだもんな。数層も別にいいかどうかなんてわからんしな。まあ、数層でいいわ。これは。うん。これはごめん。俺も数層切るし、この人も数層切る。うん、さあね。これはまあ、うん、数層だわ。うん、はい。んで、リッチと、はい、上がった。はい。はい、何曲シャーチャドラが言いそう。あ、これめっちゃいいって来たな。はい、チューン初から切っていく。いや、こんだけいい手配はもう役上げら来た方がいいわ。うん。役上重なって2000点とかいらないからね。トップ取りマージャンで。ああ、いや、ラスカイヒでも別に来てもいいけど。うん。誰やねん、マジこれ。こんだけ嫌やな。パーソー立てからの単葉すら見てくれもん。チーソー引きとかね。うん。この人も多分自敗切らんだろ、これ。これ三層切るやろ、これ。だろうな。もう分かったわ、こいつの打ち方。うん。こんなもんなんか、舐めたようなマージャンなんてな。うん。俺が打ったるわ、代わりに。うん、俺が寝ぼけながら、打ったって打てるわ、この同じ麻雀。うん。適当に初めからコンパクトに行って、両面固定しまくるだけでしょ。うん、こんなじゃダメだ、ほんとに。うん。こんな麻雀が、将来的に AI とかに称賛されることも絶対ないし。うん。麻雀が50年、100年進もうが。うん。絶対こんな麻雀いいなんならんからね。はい。まあいいや。はい。まあこの人はまあじゃあこういう人ね。はい。はい、リーチ入った。まあ。すいません。はい。まあこれはまあ、小やりだから降りか。はい。ベタ降り。ん?あ?え?振ったんだ。え?何無筋打ってんの?あ?ハッツで、打ち紛れの。これ、無数字だよな、多分。通ってないね。通ってないね。どっから止めても、リーチ入った。なんでもない、ただ無数字。
あ、ワンチャンですか、一応。いや、でも、初しかないで終わりだよな。もう初しかないで終わりです。はい。ちょっと。うん、一発補充か。まあ、ちょっと初しかないで終わり。はい、何三曲、なんちゃドラグピン。これまあ、22,400 なんでね、まだ振っちゃったけど。まあ全然、まあトップはないか。トップは25,000離れてるから、トップは無理か。はい、まあ2着目指して。はい、とりあえずまっすぐ上がりに行こう。ライバルの風のペイから俺が切りたいかな。トンからじゃなくて。ああ、まあ9ピンでもいいな。これうん、まあ、これはペイが1枚切れになったから、飛んでもいいです。え、ペイ切る。このチーピンすら残してもいい、残したいかな。はい、今んつも、ペイ切る。うん、まあ、これはまあいいっす。この9万は。うん。もしこれで全部泣いていくってならいいっすね。あー、リャンマンポン行ってもいいよね。ちょっと待って、下茶と4100点でしょ？トイメントは ?1 万点差か。トイメントさ、うん、リャンマンポンして、もう、ちょまっすぐ上がりに行くっていうのが好みかな。ラスカヒマンジャンじゃないんだよね、これね。トイメンリーチ来て補充しちゃったっていうのがね、ラスカヒマンジャンだったら一番避けたいけど、まあ、ラスカヒマンジャンじゃないんで、もうドラウピンも使えるしね。まあ、リャンマンポンしても、超全通。まあ、これはいいわ。うん。はい。うん、うん、まあそれはまっすぐ行ってほしいですよね。うん、まあこの順目でカンチャンしかないからね。リャンカンリャンカンカンチャンでまあよくはないんだけど、まあ一応泣ける手ということでね、まあ普通に行ってほしいかな。ギャンマンなんだ。タンヤを消すんだここで。まあ、こっから泣くにしてもちょっときついってことかな。うん、カンチャン、カンチャン、リャンカンのイーシャンテン。だったらリャンマン切って、まあ、面前、まあ、面前で上がる気もないだろうけど。まあ、一応、面前方向っていう感じ。はい。うん、はい、まあ、これでイーシャンテンだったね。でもテンパっていくよ。何個つもん。テンパったらまあリーチする。てかさ、この人選んだの間違いだろ、これ。こんな見てどうすんの、これ。お前ら自分で検討しろ、こんなもん。こんな麻雀ぐらい。科学する麻雀と照らし合わせながら。期待値に照らし合わせて。これもやっぱりだから、トップ取りマージャンだからね、やっぱリーチ したいわ、普通に。事故ったってええって、こんなもん。ああ、ここでシーソードリーグ。まあ、そりゃ嫌だろうな。まあ、それは嫌だな。はい、ここでシーソードリーグ。シーソーどうだろうね。サブロッソーとかだったらマジでいいだけどね。シーソーか。俺はギリ切ってんのかな。でもなんかちょっと細かい判断だな。サブロッソーだったら止めてるかもしれないな。あとの候補はどれがあるかな。ジャギリ。まあピンズもあるしね、もちろんね。うん。まあ、ピンズの2から7まで。まあ、リアンピンがここ通ってるけど。まあ、3から7。ピンズの3から7と、まあ、サブロッソ、スチソー。まあ、一応トイメン見るか。うん、いいシャンテンか。ね。まあ、ダマにしてるからね。結局、チーソーしたとしても出上がり効かないからどうなのっていう感じではあるけど、まあまあ、でも俺はまあ一応切りたいかな。うっかり積もったら一応上がれるしね。なんかテンパり直した。
テンパり直しても、この手順だったらリアンソー切るわな。ああ。テンパり直して。いや、この手順だったらパーソー切るわな。ああ。ああ、終わりか。はい、オーラスかな。はい、オーラスで、トイメント、テンパイ量で6400差。下茶と4100。トイメント6400差か。まあ、そんなん普通にまくられちゃうね。はい。トイメ1200つもでも本場あるから、並ぶ。はい。まあ、普通に行きましょう。手合悪いな。はい。とりあえず、シャーペ切っていく。あ、イーマンか。まあ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 。まあいいわ。ね、まあ。まあ、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 まあ。うん、まあ、まあ、ちょっと待って、もう一回見るか。やっぱね、リーマン、リアンマン、サンマン引いたらちゃんとノータズできてくるからな。ドラ出てちゃってもいいから、やっぱとりあえず喋って、いろんな可能性を置いたいよね、これね。一応、リーマン、リアンマン、サンマン引けばちゃんとノータズできてくるからね。もちろん苦しいけどね、でもまあ、ちょっとね、まあ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 、ちょっともう、まあこれまあちょっとコンパクトで。で、これ今切って、パーピン切ったんだっけ。で、ちょっと789は見えてきた。ただまあ、神茶も絞るからね、これね。きついね、これね。え、ローワン切るよね、これね、多分ね。あ、ペーなんだ。第一だとか、30目のパーピンとかはコンパクトだけど、ここでローマンは切らないのか。チーマン引いた。まあ、シャー切るわな。まあ、イーソーとか切るのかな。イーソー?チャンタとかちょっとあるけど、まあ、シャーが普通だけど、まあ、イーソー切るかもしれん。何がやりたいんだろうな、これね。このチーマン引いてローマン切るんだったら、もうペーとローマンの切り順逆だし。チーマン引いてもローマンいりませんって言われたら、まあ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 、まあ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 、一応それはウーマンとか引いたらローマン使うっていうことはわかるんだけど、ウーピン引いた。まあこれはイーソー切るわな。通速。ここでもやっぱりやる気なしか。まあ神茶に任せてね。ちょ、神茶の皮がもう濃すぎるからね。これはいいと思います。一応ドラノスウーピン1枚自分持ってる、赤ウーピン1枚見えなんで。いや、どうなんだろうね。まあ、ドラさんとはあんま思えないから、まあ、まっすぐ行っちゃうもいいかな。あ、違う。ごめん。本番あるから、神茶に宝珠で残クあると、3着落ちるのか。だからまあ、俺か。まあ、そうね。明かり麻雀だから残クぐらいには簡単になっちゃうし。まあ、ね。数ピン統一とかだったらなっちゃうんで。まあ、ここでベタル。まあ、これはいいか。はい。ここで感じベタルしたら、まあ、これは嬉しいな。神茶が上がってくれたら。2着。はい。おぉ、終わったか。あ、危ない。ちょっと今見てないよ。下見てるよ。はい。はい。じゃあもうだから、アキさん、ルミさん。はい。ファイナルアンサー。コメント見て大丈夫?あ、コメント見るんで、ちょっとネタバレコメント、控えてください。はい。ルミさん、アキさん。ファイナルアンサー。はい。はい。はい。あ、BJ さんいらっしゃい。初コメの人。あ、BJ さんいらっしゃい。あ、キルミ、バツ?はぁ?誰やねん、これ。何しとん、勝俣。え、あ、二分の一勝俣?シュレリンガーの勝俣?二分の一で勝俣だろ?ってことは、勝俣は生きてるか死んでるか分かんない状態でしょ?どうしようかな。どっちにしようかな。どっちにしよう。え ?2000 振ったら3着?え?え?どういうこと ?2000 振ったら3着?なんで?え、どういうこと?下茶と4100じゃないのこれ。表示間違ってんの?ん?どういうこと?ん?なんで?なんだろう?ちょっとわかんなかった、このコメント。俺、点数さ、下茶4100ってなってるのこれ。対面、6400ってなってるの。ちょっとごめん、わからんな。ちょっと、本場も一本場。まあ、いいわ。あ、下茶に振ったらってこと?え、どういうこと?神茶の話だよ。
2000振ったらって。あ、そういうことか。下茶にっていう話か。あ、下茶にザンクね。あ、俺下茶って言った。あ、ごめんごめん。神茶の間違い、神茶の間違い。神茶仕掛けてるから。うん。はいはい。細かいとこ直されていく。下茶とか神茶とかね。間違えちゃうね。よくあるあるだよね。うん。はい。じゃあ行きましょう。で。はい、不祥さん。今見た人ひどいで入るかと多かったと思う。勝松さんか松越さんが。いや、ごめん。ちょっとこれはね。いや、ちょっと申し訳ないけど、もうなんか、ひどい打敗が多いという意味で、やっぱ勝又さんのがひどくないってイメージあるから、松ヶ瀬さんになるわ、もうちょっと。これはどんだけ、ちょっと待って、真剣に考えるね。いや、でも真剣に考えても変わらん、これは。うん。いや、これ正直、勝又さんとはびっくりするわ。うん。いや、ファイナルアンサー。松ヶ瀬さん。はい、ファイナルアンサー。うん、松ヶ瀬さんだ。やっぱ勝松さんは今一応やっぱ上手いって言われてるし、意思はわかるから、あ、丸か。あ、そうそう、何がひどいで敗が多すぎて、どのレベルがいいで、そうそう、覚えてないんだよな。うん。勝松の評価してる。勝松さんはだから、面白い打敗はあるけど、まあ、一応やりたいことはわかるかな、みたいな、その優劣の面で、明らかに劣ってるばっか、敗ばっか打たないけど、松ヶ瀬さんか。まあちょっともうだから、いやまあ気分で来てるとかはないんだけど、まあやっぱちょっとそう見えてしまうわな。こんなんだって名前隠して麻雀の一般的な方民とかに見しても誰もうまいって言わんや。うん。じゃあ申し訳ないけど、多分誰一人言わんや。名前隠した場合ね。名前を隠してなかったら、あ、勝松さんっていう人いるかもしれんけど、じゃあマジでそうだもんな。ああ。まあ、名前隠した状態で、だから、M リーガーとか何も言わずに、ただ配布検討でね、上手い人にさ、配布検討お願いしますって、これをだから、天保の画面とかに起こして、トップ取り麻雀で打ってますとかで、見てもらった場合に、多分、本当に麻雀で、ある程度以上のジャンルの人が、誰一人上手いって言わんレベルなんだよな。だちょっとね、これね、もうだから別にその人に対して、あえてなんか細かいこと言って、ああだこうだって言うのも、青臭いみたいなとこあるよな。決勝メンツで守備打ちは、秋か松ヶ瀬さん。ああ、そうなんだ。秋か松ヶ瀬さんは守備型なんだ。はい、村田さん、盛りじゃないっしょ。一貫性は、笠松さんはね、よう振るよ、解説者泣かせか、でも、松ヶ瀬さん今日体調悪そうだった。まあ、体調悪そうだったもしゃあないけどさ、それは。まあ男でも女でもね、そういうことあるし、いきなりお腹痛くなっちゃうってあるし、この前は、中林さんがね、体調悪そうで、脳天にしちゃったとかもあるからね。まあわかりました。はい。まあまあまあ、でも意外と楽しめた。ありがとうございます。SO 君のリクエストでね、リクエストというか、決めてもらってやりましたね。はい。てか別にまあ、この、もう一人この同じ人でもいいけどね、これだって動画早いだろ ?38 分だもんね。やってもいいか。はい。松ヶ瀬さん、風林火山のオーディションでスランコ上がる。オーディションももう何あれ、一発勝負なのあれ。みんなグッドボタン押してないよね。みんな、ああ、スパチャしていく。みんなグッドボタン押してない。グッドボタンって押した方がいいの。じゃあ押せよ、お前ら。うん。俺が、全く、見たこともないけど、グッドボタン。はい、じゃあ、動画の人も、チャンネル登録、このマークと、押してください。では、またお会いしましょう。はい。はい。まあ、ちょっとこれはもう、ちょっともうなんかね、俺も顔が引きつってきたって感じだな、なんかもう。なんかやっぱね、ここまでね、言ってるとなんか俺もなんかね、やっぱ、なんかもう、まあ、いいや。はい、終わり。グッドボタン押して、そうなん本当なんそれ。はい、まあ、いいや。じゃあ、お疲れ様です。はい、失礼します。